さんこんにちは。バイオリン室の卑弥呼こと原田真帆です。今日はですね、私の練習ルーティンをご紹介する動画を作りました。私は自分の練習を始めるときにセブスイクとスケールシステム、それからドットのエチュードを弾くのが好きなんですけれど、これをフルメニューとして練習ルーティンを作っています。この動画ではどんなコンテンツがあるかご紹介していきます。よかったら見ていってください。
私のルーティンのフルメニューです。ただこれを全部弾くと1時間近くかかってしまうので、例えば今日はちょっと練習する時間そんないっぱい取れないなって日とか、本番の前にちょっと急いでウォームアップしたいよって時には、最初のセブンスいくと、あと和音のスケールから8度フィンガードクターブ10度この5つだけは弾くようにしてます。これだったら10分15分あれば弾けるので、さっと指を温めたい時におすすめです。でもいつもこれでいいかっていうとちょっと物足りなくて、やっぱり日頃フルメニューでやってたりする下地があるからこそ、たまにだったらこういう短縮メニューでも成り立つのかなって思ってます。特に基礎をトレーニングしてる時代だった中学生の頃とかは、スケールシステムのダブルストップのアルペジオとかも全部弾いてました。本当にそれやってるとスケールシステムだけで1時間とかかかっちゃうから、時間かかって大変なんだけど、でも音程とか左手とかボーイングの練習にはめちゃくちゃ役には立ちます。お時間とか気持ちにゆとりがある時に取り組まれるのはすごくおすすめです。それではご視聴ありがとうございました。もしこの動画が役に立ったよと思ったら、高評価とチャンネル登録いただけましたら幸いです。それではまたお会いいたしましょう。バイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆でした。